定の水やりの仕方、うん、そういえばそれって伝えてなかったなと思ったので、うん、いいですか、はい、梅雨の水やりの仕方、はい、それから梅雨の水やりの方、はい、こんにちは。はい、こんにちは。トロピカルガーデンです。はい、はい、昨日もたくさんのご購入ありがとうございました。ありがとうございます。本日は商品の更新ないんです。うん、はい。はいないので、うん、まだまだあの在庫のある商品たくさんございますので、はい、お買い物お楽しみください。はい、はい、あ、今日ね質問いただいてて、うん、あの梅雨の水やりの仕方、うん、そういえばそれって伝えてなかったなと思ったので、うん、いいですか、はい、梅雨の水やりの仕方、はい、それから梅雨の水やりの管理、うん、で薬剤の管理とか、うん、梅雨のちょっと過ごし方をお伝えします。はい、まだ梅雨には入らないと思うんだけど2週間ぐらいまだあるかな、うんね、あの梅雨に向けて水やりなんですが、うん、まだとりあえず梅雨には入ってないので、うん、水やりまだ今まで通りやってしまって普通に平気です。はい、でただ湿度がだんだんちょっと上がってきてるので、うん、ちょっと天気があんまり悪い日がね続くようだったら梅雨みたいな感じにしていくんだけど、とりあえずさっき自分で天気予報を見た感じ、まず天気予報いつでもチェックしてあげてください。うん、はい、月曜日からあまり天気が良くないんだね、こっちの方はね。うん、ただ天気って当てにならない部分もあるので、うん、あの変なところでしょあの当てにならない部分もあるので、うん、実際には晴れの予報でも雨が降ったりとか、結構梅雨ってそうやってこう天気がバラバラな部分であります。うん、で実際に雨のマークになっていても時間でこう天気予報を見てみると夜だけ雨だったりとか、うん、あと昼間ずっと雨だったりとか夜は晴れでとかいろいろあると思います。でちゃんと1時間おきの天気もなるべく3日間ぐらい見れると思うので、うん、見てあげて水やりをしてあげてください。で、まあ、地域にもよるかもしれないけどこの辺だとヤフー天気がすごくそうだね、うん、なんかちょっと正確な気がするよね、うん、一番マシね、でもね天気だからね流れでどうに、ね、変わるかわからないからその天気が急に変わった時でも対処できるような水やりをしてあげてください。うん、で実際に水やりをして蒸れてしまったりするとやっぱりバラバラになってしまったりとか鉢の底の部分この設置している部分から腐ってしまったりとかあります。うん、でこれがちょっと悲しいんだけどこれは水やりじゃなくてただ単にね多分傷んでしまったんだよね。うん、で今もうボロッと取れちゃったんだけどこんな感じで傷んだところ葉っぱが半透明になってもう根元まで黒くなってるからこれ復活しないだろうなっていう感じです。うん、ねこれは半透明になってる葉っぱなのでこうなってる葉っぱはもう復活しない葉っぱです。はい、でこういう風になってしまったらちょっと葉っぱ一枚一枚取っててもう根元がこれ黒いので、うん、ほらもうどうにも復活ができなそうですね。もうこれはダメです。悲しいな諦めるしかないね。うん、ね下の部分もどこまでも行ってもダメなのでこういう時はかわいそうなんだけど諦めます。はい、ねこれ実は後輩に使って種も取ったあれなのでちょっとショックだな。後輩で疲れちゃったのかな。疲れちゃったのかもしれない。結構花芽の辺からダメになったりもするので、うん、ねもうもっと早く気づければよかったのにと思っちゃうね。うん、ねかわいそうなことをしてしまいました。はい、ねそんな感じでもうこんな風になる前に下葉だけ例えばこう蒸れてしまってダメになってしまったっていうんだったら下葉をねさささっと取ってあげれば全然まだ大丈夫です。はい、これ下葉枯れ葉がついてます。はい、で実際に水やりをして鉢の底までたっぷり水やりをするとこんな感じで鉢底までしっかり濡れてくれてます。土がね、うん、濡れてくれてます。これいつ水やりしたのかな。先週の水曜日かな。先週今週、うん、まだ今週か、うん、今週の水曜日か今週の水曜日、うん、この間の水曜日です。うん、まあ、3日ぐらい経ってそうだね3日ぐらい経ってる。でまだ乾いていません。はい、でこれが今日なんか全然晴れてたからあれなんだけどやっぱり曇りが続いたり雨が続いたりしてしまうとこの状態でずっと置いてしまうと結構蒸れてしまったりしまいます。しまいますしまいますしまいます、はい、しまいます合ってる。はい、うん、蒸れてしまいます。はい、ね、なので梅雨の時期水やりのポイントなんですが、うん、梅雨に向けてちょっと一つ知識として、うん、あの普通に上からね、うん、ザザザってこうやって水やりして、うん、これぐらい二回しぐらい今水やりした感じだとほら全部は濡れないんだよね。うん、
でこれ目安なんだけど、自分の中で二回しぐらい、うん、するとちょうど濡れないぐらい、全部がこうみっちり濡れないぐらいで、ちょっと分解して見せたいとこなんだけど、中までもしっかり濡れてないんだよね、これって。これぐらいの水やりで OK です、はい、やっぱりたっぷり全体がもう中までしっかりたっぷり濡れるように水やりをしてしまうと、雨が続いたり曇りが続いたりして乾かない時がちょっと怖いので、うん、なるべく目安としては鉢の半分ぐらいが濡れる程度の水やりをしてあげるといいです、はい、ね、で底面給水で水やりをするんでもいいんだけど、なかなか底面給水でどのさっとあげられればいいけど、見計らってね、さっともしあげられるようだったら底面給水って言って、トレイの中とかにトレイごとザバって入れてさっとあげてあげられればいいんだけど、鉢のサイズもきっちり揃えてやってあげないと同じ量の水やりはできないと思います、はい、なので底面給水でやる場合は、うん、同じ鉢同士で並べてあげてトレイごとザバッと入れてさっとあげてあげるみたいな感じで試してみるといいと思います、はい、今実際に梅雨になってしまう前にちょっと練習でこのぐらいの時間入れるとこのぐらいで水がどこまでいくっていうのをちょっと自分で試してみるといいと思います、うん、ね、でこれは今2号ポットで2周やって全部濡れないぐらいだったけど、この鉢の大きさになるとまた全然変わってきます。なのでそれぞれの鉢の大きさで今のうちに自分で大体どれぐらいかなっていうのをやってみて、大体目安として鉢の半分が濡れるぐらいの水やりをできればすごくいいです、はい、でもね、天気が良くて何日か天気がいいからと思って結構たっぷり水やりをしてしまったりしてなかなか乾かない場合は、うん、自分では蒸れやすい品種とかね、ちょっと蒸れに弱い品種は雨が続く場合怖いので、湿度が高かったりするとこの状態で保管しちゃいます、はい、でこの状態で1日2日こう置いてあげて風通し良くしてあげると結構土乾いてしまうので、うん、ポットに入れとくよりも心配な株は出してあげて乾かしてあげるとすごくいいです。ある程度根がしっかりついてないとできないけどね。そうなんだよ、そう結構根がまだついてなくて柔らかいものだと崩れちゃったりするので、うん、でもどうしても大切な株は崩れたとしても、うん、できる限りねこうやって出、ね、うん、出してあげて乾かしてあげるのが間違いないです、はい、そうにしてあげるとやっぱり蒸れの防止にもなるし、この鉢に埋まってるここのくびれの部分、うん、ここの部分がすごくやっぱ風通しが良くなると蒸れも軽減されるので、うん、で今これ枯葉ついてるけどこういう枯葉もしっかり取っておいてあげるとこのくびれの部分がねすごくよく乾くようになるので枯葉もしっかり取ってあげてください。本当にねこの枯葉を取るだけですごく通気が良くなるので枯葉取り濡れたりもするもんね。そうなんだよね、この枯葉取りってすごく大切なのでやってあげてください、はい、であとはそれでもねやっぱりこう水やりをするたびに夏になると蒸れてしまう株っていうのはあるんだよね、そういう種類って、うん、そういう種類はいつも言ってるように、うん、鉢の表面に軽石を敷いたりとか、うん、鹿沼土を敷いてあげて蒸れ対策してあげてください。やっぱりどうしても弱い株ってあります、うん、そういうやつはこういう風にこれとかもそうだった、うん、ちょっと蒸れやすいなと思ったものはこうやってこんな感じで、これもすごい蒸れて結構ダメになっちゃって周りの外側がね、うん、こんな感じで対策をしてこれだけで蒸れがやっぱり軽減されるようになりました、はい、ね、こういう風にして対策してあげてください、はい、こんな感じでねやってあげるとすごくいいです、はい、であとはそうだな、夏梅雨に向けてやっぱ真夏ってダニの活動がまだそんなに活発じゃないんだけど、うん、真夏の前秋とか梅雨の時期ってダニが活発に動き始めます、うん、暑すぎるとやっぱり虫もちょっと一回休憩するんだよね。なのでその暑くなりすぎる前にダニとかも動き始めてきてるのでもう結構動いてると思います。なので一気にダニにやられてしまう前にしっかり薬剤散布してあげるといいです、うん、ね、葉のねダニの薬とかでも普通のね薬剤とかでも上からかけてあげる、あと横からかけてあげるっていうのをちゃんとやってあげてください。こうにしてあげるだけで、ベニカスプレーなんかは殺菌作用もあるので菌に対して、特に今の時期ちょっと怖いうどんこ病とかそういうもの、うどんこ病も治る病気なんだけどね、こじらせてしまうと結構他のに移ってしまって大変なので、お隣さんのお庭から移ってくるっていうのはすごくあります。あと畑
お家の庭でね、畑で何か作ってて、そこからやっぱ飛んできてっていうのもあると思うので、しっかりならないために予防しておいてあげてください。それだけでね、過ごし方がすごく楽になると思うので、何事も先に手を打っておくと、夏どうしようどうしようっていうことにならないと思うので、そういうふうにしてあげてください。で、できればね、水やりも雨がね続かないようなところ、曇りが多いところで、やっぱりさっきみたいに半分ぐらい濡れる程度の水やりをしっかりやってあげると、夏の体力も全然落ちないので、そういうふうにしてあげるといいと思います。梅雨はとにかく湿度との戦いになるので、ここでねやっぱりね完全断水してしまうと、もう夏まで体力が持たなくなります。結構休眠期は断水みたいにね、寝る方もいらっしゃるかもしれないけど、ビニールハウスの環境では特に断水してしまうと全部カリカリにミイラみたいになってしまうので、断水はさせずに、水やりをしたら根が吸ってくれたらすぐ乾くような環境にしてあげるとすごくいいです。そのためにも風通しをしっかり良くしてあげて、鉢に対して半分ぐらいの水の量でやってあげてください。で、底面吸水してあげられればね、もう親株すごいしっかりもう根が張った株なんかは下から水を吸収してくれるので、吸収できるんだけど、まだ植えたばっかりの株とかだと根が半分より下に行ってないような場合は、底面吸水してもなかなか根まで浸透してくれなかったりするので、そういう株に関しては底面吸水より上から半分ぐらいが濡れる量の水やりをしてあげるといいですね。夏の終わりにさ、植え替えようと思ってだいたい抜いてみて、水やりなかなかできなかったりすると根がボロボロになってるんだよね。ね、全然ちゃんと発根もしてくれてなかったりとか、あと元々生きてた根ももう枯れ込んでしまってボロボロになってしまったりするので、できるだけ根を殺さないようにね、根を生かすための水あげって感じかね、夏場の間は。苗を本当にパンパンにして成長させるための水やりっていうよりも、根が生きていけるようにね、適度な水を、適度以下の、そう、適度以下の水で大丈夫です。で、休眠してる間っていうのは、夏は完全に休眠ってしないんだよね。冬になると根が全然動かなくなったりとか、そういうのはあるんだけど、だいたい梅雨終わるぐらい気温が急激に上がってくる頃になると、エケベリア成長すごく止まったなっていうような感じになります、見受けられます。で、それで水やりをやっぱずっと今の状態でずっと同じようにしてると下葉が蒸れてしまったりするんだけど、完全に成長がストップするっていうことはなかなかないので、やっぱり多少なりとも動いているので、さ、水やりはね、完全断水するのは自分ではあんま好きじゃないなと思ってます。はい、はい、そんな感じかな。とにかくだから水やりして、さっと乾くような環境にしてあげて、さっと乾くような水の量にしてあげる。乾かなかった時はこんな感じで抜いた状態で管理してあげるっていう風にしてあげてください。まあ、まあそれをしてまででも乾かしておいてあげた方が、そう間違いがないので、しっかり根が張ってて、どうしてもこれ蒸れやすいなみたいな品種はポットから抜いて、自分ではこうトレーでいっぱい並べてあるんだけど、トレーとトレーのこの境目のこういうところに置いといてみたりとか、実際にはトレーがあるよ、みんないっぱい、少し高台に置いて風通しよくしてあげるみたいにしてます。やっぱりどうしても蒸れやすい品種ってあるので、そういう風にしてあげるとすごくいいです。で、あとはどうしても弱い、本当もう暑さにも弱いし蒸れにも弱いっていう品種はもう特等席見つけてあげて、例えばここだったら扇風機がすっごくよく当たるこの辺とかに置いてあげて、風通しよくしてあげるっていう風にするのもすごく大切です。ずっと同じところに置いておくんじゃなくて、やっぱりその環境に合わせて置いてあげるってやると崩れづらく、傷みづらくなりますので、そういう風にしてあげてください。はい、はい、そんな感じです。はい、はい、もう一つだけちょっと言いたいことがあった、どうしよう、ちょっとあっちで説明していい、この間、一緒にね動画で植え付けながら、こちらアンティークの、ちょっと鉢のポップアップカップとポットと、あとゴブレットシリーズの、アフタ
グロ、うん、これが、うん、あのすごく開きやすいです、うん、で今輸入の時にギュッと圧迫して、もうこれもそうか、うん、ギュッと圧迫してね、こんな状態で輸入してて、無理やり圧迫してたような状態で輸入して、うん、やっぱり輸入から到着して、うん、圧迫から解放して、でまたさらに梱包して発送するためにまた圧迫されて、うん、その圧迫で反発ですごい開きます、うん、これも植え付けたやつ見てもらうと分かるんだけど、うん、もうとにかく開きたいんだよね、うん、こっちもそうだね、そう、これも植え付けたやつ、うん、こんな感じでもうとにかく光を求めて開きたくなるので、うん、一気に一度バッと開きます、うん、でこれ発送の時はちゃんとこの圧迫して閉じた状態で送ってるんだけど、うん、やっぱり開けてこう梱包外してもらった途端にバッと開いて、うん、1日目2日目ですごく開きます、うん、でだんだんこれが徐々に戻ってきてくれて、うん、あの水分がねしっかり抜けて、あの光のとこに置いといてあげるとちゃんと戻ってきますので心配しないでください、うん、はい、こんな感じでほら今、うん、ね、うん、だけどねこれ一気に綺麗になっちゃいます、うん、自分でもアフターグロウいつも結構育ててるんだけど、やっぱり光を求めたくてバッと開くんだよね、開くのが早い感じ、ね、アフターグロウって本当に早い、アフターグロウって治るのも早いけどね、早い、その分すごく早いです、治りもね、うん、確かにね、うん、なのでそんなに心配せずにあの植え付けてあげてください、はい、で自分ではこれ寄せ植えするときにきっと開くだろうなって思った、うん、だけど予想以上に開きました、うん、なので周りにあえてね圧迫して隣とかをギュッと押して植え付けるんだけど、やっぱり若干開いているので、うん、開いてるけどこれでもね閉じてきた方、これでももっと開いてた、うん、ね、なのでそのままお日様に当てて管理してあげるとしっかり閉じてきますので、はい、そこは心配なさらないようにお願いします、はい、はい、本当に開いちゃったんだよね、でもこっち側やっぱさ押されてるから、うん、下の鉢のこの底のとこでもっとかなり押されてるから開かないんだけど、自由になってる方は結構開いてるのでこういう風になってしまいます。カンピアフタグロはさ、しっかり気にやってあげれば、うん、すぐ戻っちゃいます ね、 ね、もし開き、そのね、多分本体にもともと持ってる水分量の加減でも開く開かないが変わってくるので、もし開い植え付けてからどんどん開いてきてしまったら、あのちょっとこの辺にピンセットを立ててあげてもいいと思います、うん、開かないようにね、ただ自然とこう上にちゃんと向いてきてくれるので2週間ぐらいすると綺麗に戻ってくれるので心配しないでください、はい、はい、そんな感じです、はい、じゃあそんな感じで今日は大丈夫かな、はい、はい、じゃあ今日もご視聴ありがとうございました、ありがとうございました、はい、じゃあよろしければ、はい、チャンネル登録と、はい、高評価ボタンよろしくお願いします、ありがとうございます。